どうも、哲学とです。今回はね、グレーターリフトを回しながらお話ししていきたいと思うんですけども、なんかね、今回は、まあ、ディアブロ3、今ソロでやってるんですけど、なんかフレンドってどうやって増やしたらいいですかっていう、ご相談、たまにいただくんで、ちょっとお方していこうかなと思うんですけど、まあ、やっぱりその、ディアブロのフレンドって、まあ、ディアブロで探すのが一番なんですけど、まあ、一番私がいいなと思うのは、まあ、こうやってね、配信やったりとか、なんか、攻略記事ブログに書いたりとかね、そういうことで、まあ、人に知ってもらって、まあ、フレンドが増えるっていうのもあるし、まあ、その場合って結局、こちらの人間性とか、プレイのスタイルとか、そういうのが、まあ、筒抜けの状態で、フレンド申請してきてくれる方なんで、変なミスマッチは起きにくいっていうのはあるんですけど、まあなかなかね、そこも、簡単に、動画出せますよとか、配信もできますよっていう状況でも、まあ確かにハードルがないといえばな、あるので、まあ動画出したりとかそこまではやりたくないなっていう人も多いと思うんで、まあそういう場合どうするかっていうと、まあまず一つは結構ね、皆さん、結構報酬クエスト嫌だっていう方多いんですけども、報酬クエストのね、クイックマッチとかは意外と、なんていうのかな。しっかりとしたっていうか、毎回プレイしているような方も報酬クエスト。っていうか、ディアブロをやり込んでる人ほど、やっぱり、報酬クエストの大切さってみんなわかってるので、まあ、報酬クエスト結構シーズンの初めの頃ね、たくさん人がいるので、そういうところで、まあ一緒に報酬クエスト回してみて、この人のプレイスタイルいいなっていう人がいたら、ちょっと、フレンド申請してみるっていうのが結構いいんじゃないかなと思います。まあ当然報酬クエスト回してて出会った人なんで、まあ、グレータリフト一緒に回せるかどうかっていうのは、まあ運次第なんですけども、ネットワーク設定、こういうふうに、ソロでプレイしているときに、ネットワーク設定をフレンド限定にしとくと、フレンドさんはね、勝手に入ってこれるので、まあ、組んでもいいよっていうときに向こうから入ってきてくれるときとかあるので、まあそういうので、まあ自然とこう、自然発生的にパーティーが組めるっていうことはあるかなと思います。まあ、報酬クエストで気が合う人を探すっていうのは意外といいんじゃないかなと思うんですよね。普通にプレイだけするっていう方は。ちなみに私、ID はいつも動画とか配信の、概要欄の方に貼ってありますので、まあ、もしね、なんか、哲学とでもいいよっていう方がいらっしゃればね、フレンド申請、お気軽に、していただければなと思います。まあね、基本的にどんな人でもこう、なんか、規制プレイというか、レベル上げの規制、規制とかね、そういうのは嫌だけど、そういうんじゃなく、お互いにこう、なんていうのかな、協力し合ってプレイができる人であれば、全然ね、まあ、おのずと自然にフレンドさんって増えていくと思って、まあ、ただやっぱり向こうから申請してもらえるか、ことを期待せずに、こっちから、この人とまたプレイしたいなっていう時に、フレンド申請を送るのがいいんじゃないかなと思います。私もね、まあ、海外のプレイヤーさんとかも多いですけども、またプレイしたいですねっていう時は送るようにしてるし、まあ、あと、そうね、やっぱり、まあ、こういう話をするとまた、それパラゴンレベルマウントじゃいみたいな感じのね、コメントつけてくる人がいそうなんで嫌なんですけど、まあ、パラゴンレベル結構高くなってくると、まあ、それだけで、向こうから申請してきてくれる人とかもいるんで、まあ、それもね、パラゴンレベル上げの副産物というか、一つのあれかなと思いますね。まあ、やっぱりパーティープレイで回した方が、まあいいので、結構なんだかんだで、まあ結構ディアブロ3よくやってるなっていう人は大体もうフレンドになっちゃってることが多いので、
そんなにこう、あれではあるんですけど、まあでもなんだかんだでディアブロで300人ぐらいフレンドが今いる状態なので、まあ結構ね、まあ日本人とだけやりたいとかっていう人もいると思うんですけど、まあやっぱ海外のね、方だと、まあたまにラグがきついとかそういうことはあるかもしれないんですけど、まあいろいろね、その国独自のお話ができたりとか、いうこともあるんで、まあなんか、一種のこう、異文化交流的な感じでね、海外のプレイヤーと話してみるっていうのもありかなと思います。やっぱりなんか、その国で今、話題になってることとかって、やっぱり海外のプレイヤーさんから聞くことも多いので、ね、まあ、決してその英語の得意じゃないっていう人もいると思うんですけど、それは、その事情は結構、万国共通で、まあやっぱり、完全なる日本語話者、英語話者じゃないプレイヤーも多いので、まあそういう場合はね、お互いにお互いなんとか英語でコミュニケーション取っていくんで、それほど高い英語力とか、あとまあ、いわゆる、まあコロケーションとか語法のね、誤りとか、まあそういうのも当然お互いにやるから、お互い様ってところもあるので、まあそんなに怖がらずにやってほしいなってところはありますね。まあね、あまりにもこう悪質なプレイをする人だったってことが分かれば、後で、まあ、フレンドを外すってこともできるんで、まあ、そんなに、なんていうかな、すごく、どの人をフレンドにするかとかって悩まずにやっちゃって全然いいんじゃないかなと私は思ってます。まあ、その意見はね、結構いろいろ人によってあると思うんですけど、まあ、一緒にプレイできる人がたくさんいれば、まあ当然、レベルの上がりも早くなるし、なんかあった時に一緒に助け合えるので、まあ、報酬クエストとかで、クイックマッチでやってみて、まあ報酬クエストって結構その人の人間性とかって出やすい、ゲームなんで、この人なんかあんまりパーティーのこと考えずに回すなとかさ、この人はすごく気を使ってくれるなとかって、そういうのすごい、出やすい部分なので、まあ、報酬クエストで気が合いそうな人にフレンドを申請してみるのが一番いいかなと思います。あと、プレイヤー募集の掲示板、これ最初に話すべきだったかもしれないんですけど、最近ディスコードとかね、の、ディアブロ3のね、コミュニティなんかもできてるし、そういうところで、まあ一緒に回るパーティーを探すっていうのもありかなと思いますね。で、まあ、その過程で、まあフレンドになってくれる人もいるんで、そういう掲示板を利用して、フレンドを募ってみるっていうのもありかなと思います。まあもしね、この動画を見てる方で、ちょっと哲学とこう回ってみたいっていう方はね、遠慮なくね、申請していただければ嬉しいです。まあ、なんかこんな感じで結構ね、GR 回しながらのトーク動画なんかを、撮ってますので、ぜひね、こんなこと聞いてみたいみたいなことがありましたら、コメント欄に残していただけたら幸いです。どうもありがとうございました。哲学とでした。